昭和の仮面ライダーシリーズを盛り上げた悪の秘密結社の歴代大幹部たちと演じた俳優たちまとめ。ウルトラマンシリーズ、スーパー戦隊シリーズに並び、日本を代表する特撮三本柱と評される仮面ライダーシリーズ。放映からもうじき50年を迎えようとしていますが、その人気は衰えを知りません。そんな仮面ライダーシリーズを盛り上げたのが、主役を食ってしまうほどの個性を誇った秘密結社の歴代大幹部たち。今回は番組を盛り上げた大幹部たちと演じた俳優と声優をご紹介していきますので、ぜひご覧ください。それではスタートです。まずは初代仮面ライダーからご紹介します。こちらゾル大佐を演じたのは宮口二郎さんです。そうです、悪役の名俳優ですね。よく似合ってますね。続いては死神博士、こちらを演じたのはこちらも悪役の名俳優でした、天本秀代さんです。続いては地獄大使、こちらを演じたのは牛尾健二さんです。続いては仮面ライダー V3 の大幹部たちのご紹介です。まずはブラック将軍、こちらを演じたのは丹羽又三郎さんです。悪役で活躍されましたね。続いてはドクトル G、 こちらを演じたのは千葉丈太郎さんです。続いては騎馬男爵、こちらを演じたのは郷英二さんです。続いては翼大僧正、こちらを演じたのは藤野幸代さんです。続いては鎧元帥、こちらを演じたのは中村文也さんです。この方はスーツアクターがメインですね。続いては仮面ライダー X、 こちらの大幹部たちのご紹介です。まずはアポロガイスト、こちらを演じたのは内田康彦さんです。続いてはキングダーク、こちらを演じたのはこちらは声になりますが和田美代さんです。続いては仮面ライダーアマゾン、こちらの大幹部のご紹介です。こちら十面鬼ゴルゴス、こちらを演じたのは河原崎博夫さんです。続いては仮面ライダーストロンガー、こちらのご紹介です。まずはジェネラルシャドゥ、こちらを演じたのは声のみの出演ですが柴田英克さんです。続いては鋼鉄三宝、こちらを演じたのは声のみの出演ですが市川治さんです。続いては荒鷲団長、こちらを演じたのはこちらも声のみですが安原義人さん。続いてはドクター・ケイト、こちらを演じたのは大御所ですね、
声のみですが、曽我真知子さんです。特撮の悪役女性としては欠かせない存在ですね。かなりの数の悪役を演じられています。続いてはドクロ少佐、こちらを演じたのは声のみの出演ですが、沢律夫さん。そして八代俊さん、山下圭介さんのお三方が担当されています。続いては岩石男爵のご紹介です。こちらも声のみの出演ですが、沢律夫さんです。続いてはスカイライダー、こちらのご紹介です。まずはゼネラルモンスターを演じたのは堀田新蔵さんです。堀田さんは悪役の名俳優ですね。特に時代劇での悪役の活躍が顕著ですね。ご覧になった方も多いのではないでしょうか。続いては魔人提督、こちらを演じたのは中陽介さんです。続いては仮面ライダースーパーワン、こちらの幹部たちをご紹介します。まずはメガール将軍、こちらを演じたのは三木俊彦さんです。続いては魔女三宝、こちらを演じたのは藤堂陽子さんです。続いては幽霊博士、こちらを演じたのは鈴木和夫さんです。続いては妖怪王女、こちらを演じたのは吉沢由紀さんです。続いては鬼火司令、こちらを演じたのはまたまた登場です、河原崎博夫さんです。続いては仮面ライダーブラックの大幹部のご紹介です。まずはシャドウムーン、こちらを演じたのは声ですが寺曽真まさきさんです。続いてはダロムを演じたのは飯塚正蔵さんです。続いてはバラオムを演じたのはまたまた登場です、高橋俊道さんです。続いてはビシュムを演じたのは吉井ひとみさんです。続いては剣聖ビルゲニア、こちらを演じたのは吉田純さんです。続いて仮面ライダーブラック RX、 こちらラストになります。こちらの幹部をご紹介です。まずは邪悪将軍、こちらを演じたのは加藤清蔵さんです。続いては情報参謀マリバロン、こちらを演じたのはもうお分かりの方多いですね、高畑敦子さんです。
続いては海兵隊長ボスガン、こちらを演じたのは藤木義勝さんです。続いては機構隊長ガデゾーン、こちらを演じたのはまたまた登場、声のみの出演ですが高橋俊光さんです。続いては騎馬隊長ゲドリアン、こちらを演じたのは新井和則さんです。こちらは声のみですね。続いてはダスマダー大佐、こちらを演じたのは松井哲也さんです。いかがでしたでしょうか。あ、思い出した、懐かしいと思った方もいたのではないでしょうか。やはり悪役の個性が強いからこそ特撮シリーズの人気が引き立つと言えるでしょう。特に特撮シリーズの悪役を務める女性の方は美人が多いと感じた方もいたのではないでしょうか。以上です。ご清聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録よろしくお願い申し上げます。